皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。そして、リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。こんにちは。はい、今日は、ミス日本およそ2500人くらいの中のファイナリストの13人に残られた八嶋トレーナーに、いろいろちょっとボディメイクのコツ、はい、ミス日本への道とでも言いましょうかね。ちょっと違いますかね。そういう内容で少し、いろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、で、まずなんですけど、その今のその体作りの目標でいうと、どういうような、目標を持って体をこうしたくてこう取り組んでますみたいなのがありましたら教えていただいてもいいですか。はい、健康美って、まとめるとそんな感じなんですけど、私ずっとバレエやってて、その時って実は今より体重が10キロ近く軽かったんですよ。あ、そうなんですね。で、もう本当骨と皮みたいなカリカリだったんで、自分でもその体があんまり好きじゃなくて、なんていうかこう大丈夫って声かけられるような感じだったので、しっかり今は食べて筋肉をつけて、でもそのなんていうんですかね、やっぱり女性が求めるのってマッチョっていうよりかはやっぱりこう綺麗な筋肉がついたっていう方の方が多いし、私もそれが目標というか理想なので、筋肉がついてるんですけど女性らしさは残したまま美しい体っていうのを理想として頑張ってます。なるほど。そうなってくると、今はトレーニング的にこう割とその高強度かっていうと、割とそこまで高強度ではないようなイメージですか。そうですね、それこそトレーニング始めてすぐの頃とかは結構マックスを狙うじゃないですけど、頑張ってもうタイムはやるぞと思ったんですけど、最近はその部位とかによっても変えたりとかです。あれ、デッドリフトどんくらい引くんでしたっけ。デッドリフトは、パワーラックの一番下からですけど、80でセット80組んでます。なかなかですね。強度が低いといえ、やっぱりバレー畑の方だなと、やっぱり強いなとは思いますね。それでいうと、そのバレエをしてた頃から、10キロの増量を成功されてるということじゃないですか。今でいうと、その体重でいうと、増やす方を目指してるのか、むしろ落としてるのか、キープなのかというと、どういう、作戦なんですか。今現在はキープか、やや落とすっていう感じです。でも体重に関しては正直あんまりこだわってなくて、ミス日本があったのが1月なんですけど、そこからあんまり食事のこと気にせず、あ、そうですか、たくさん食べた結果、ちょっとお腹周りとかやっぱり気になってきたので、この4月からちょっと落としてるんですけど、その無理のない範囲でっていう感じです。ちなみにちょっともう横道それまくりなんですけど、今日食べるぞ、今日はちょっと食事制限解放しちゃおうかなみたいな日は何食べてるんですか。何でも食べます。何でもあるものは片っ端から手当たり次第、いいですね。やっぱミス日本ファイナリストが言うとこうなんかちょっと違いますよね。同じことを多分私が言うとちょっとなんか乱暴者みたいにするんですけど、なんか違う、ちょっと 損してる、得してますよね。それはさておきなんですけど、普段のじゃあ今の割とコントロールをしている中での食事のプランでいうと、どういったものを食べてるんですかね。定食みたいな感じなんですけど、ご飯で糖質があって、お肉かお魚のタンパク質があって、サラダで野菜とって、で汁物とってみたいな。なるほど。じゃあ割とそのボディメイクっていうところに特段こうがっつりあのフォーカスをしてるというよりも、普通の食事の中でややそのヘルシーなものを食べてるかなくらいのところ。そうですね。でも去年の、ベストボディジャパンがさせていただいたんですけど、その大会前とかは今一応ちょっとプチ減量じゃないですけど、ゆで卵、ブロッコリー、鶏むね肉、玄米みたいな感じでした。いわゆるそのボディービルダーさんの食事みたいなのを、してた、多分なんですけど、八嶋さんみたいな体型になりたい女性って割と多いと思うんですよ。どっちかといえばどういう体型になりたいですかって聞いた時に、かなりその目標にされやすい体型だと思うんですけど、でなおかつその今かなりセッションも持たれてるじゃないですか。で、ボディメイクに関して女性に向けてこの辺はちょっと気をつけてほしいなとか、
こういうところを気にするだけで全然違いますよみたいな話がありましたら、ちょっとお伝えいただきたいんですけど、いかがですか？そうですね、その目標を例えばどこに持っていくかにもよると思うんですけど、まあ、やっぱりここに来てくださるお客様で多いのは、まあ、体脂肪率を落としてちょっと痩せたいとかスッキリさせたいっていう方が多いんですけど、結構皆さんトレーニング頑張るけどお食事がちょっと乱れがちっていう方が多かったりとかするので、やっぱりその引き締めたいとかっていう方はトレーニングはもちろん大事なんですけど、お食事にもしっかり普段から気をつける、そのトレーニングさえやってたら綺麗な体になれるっていうわけではないっていうのは、まあまあちょっと難しいところなんですけどあったり、でもかつ、まあ、せっかくお越しいただいてるので綺麗な体になってもらおうと思ってサポートさせていただくんですけど、まあ、私がその普段からお客様に気をつけたいよっていうふうにお伝えしている点とすれば、まあ、例えばその姿勢だったりとか、うん、まあ、女性だとやっぱりお尻のヒップアップ、最近流行りの美尻トレーニングを受けたいとかっていう方多いと思うんですけど、例えばその普段の歩き方とか姿勢とかでお尻の筋肉が使えてたり使えてなかったりっていうことがあるので、あ、まあ、その人それぞれにあなたはこういう歩き方というか、まあ、こういうことを意識した方がいいですよとかっていうアドバイスみたいなのをさせていただいてますやっぱりそういう中でバレエをかなりしっかり取り組んでこられたっていう経験は生きてくるもんですかね？そうですね。あ、そうなんですね。やっぱりなんかその私が、まあ、私自身としてもその大会とかベストボディジャパンとかに出た時もやっぱりウォーキングポージングに関しては抵抗なくというか、うん、できたのかなっていうのは、その辺はもうそのバレエの影響がすごいあったと思います。あ、そうなんですね。なんかこれちょっと私の話になって脱線するんですけど、結構ボディービルもバレエ参考にするといいよみたいな話があって、それこそ有名な映画のシュワルツネッガーが出てるパンピングアイアンとかね、最初そのシュワちゃんがバレエダンサーに教わってこうバレエのような動きをしてる、実は描写があったりとかね。そうなんですよ。結構ね、そこは多分見てる方の中でパンピングアイアン見てる人多いと思うので、結構そのボディービル関係とバレエも遠からずかなっていうのをちょっと思いました。全然関係ないんですけど。で、あ、そうだ、ちょっと意地悪な質問になってしまうと思うんですが、まあ、先ほどその、まあ、ボディメイクを成功させるにあたってやっぱりその食事、トレーニングもそうですが、食事を大事にしましょうという話があったじゃないですか。これは私自身の悩みなんですけど、だけど食べたいんですと、食べるのがもう人生の生きがいなんですっていうお客様もいらっしゃるわけじゃないですか。そこに、そういう方にどういうアドバイスをしてますか？オンとオフをはっきりするとかですかね。まあ、皆さんされてることだとは思うんですけど、うん、こうなあなあになってしまうと、やっぱりこれぐらいだったらいいかな、これぐらいだったらいいかな、私がそれをしやすいんで、うん、例えば週に1回だけ、それこそチートデイじゃないですけど、もう食べる日を作って、そこでもうその日は楽しんでくださいとか、うん、っていう風にその切り替えというか、なるほど、大事にしたらいいよという風にお伝えしてます。なるほど。やっぱり2500人約の中のファイナリスト、ミス日本のファイナリストの方の口から言う言葉としてなんか全然違いますね。もうそういうことだそうです。皆さん すごく参考になると思います。私が、ね、食べるのがそもそも好きなんで。いや、そうですよね。甘いものも揚げ物も食べるんで。ああ、そうですか。今は割とそれは週に1回くらいは食べられたんですか？そうですね。今も週1はもう好きなものを好きなだけ食べてます。じゃあ、もう人生の中で、なんかこれ本当合コンみたいになっちゃうんですけど人生の中でもうこれだけしか食べれない、この先食事はこれしかもう食べれませんっていう風になったら何の食事選びます？ありすぎて選べないですね。そうなりますよね。あ、何やろう、クッキーか天ぷらか。クッキーか天ぷらちょっと振り幅があるよね。なるほど。甘いのも揚げ物も好きなんで。なるほど。今度ね、リアルスタイルフィットネスクラブに来て八嶋さんのもしセッションを受けるような女性のお客さんがいらっしゃいましたら、天ぷらないしクッキーを与えると喜ぶそうなのでぜひぜひ持って大和宝田店にお越しいただけたらと思います。食べるんですよね。食べますね。はい、
じゃあそろそろもう喋ることも尽きてきましたので、ここで一旦締めたいと思います。まあ、八島トレーナー多分今後ね、またちょっとご協力お時間割いていただいて動画に登場していただく機会もあると思います。その時に何かこういう話を聞きたいよとかがありましたら、まあ別にその次の何かしらの動画でそれをお答えするのもそうですし、まあ、コメントをいただければそれを八島トレーナーに伝えて、で我々絶対にまたコメントで返信をさせていただくこともできますので、何かありましたら下のコメント欄ね、これね、はい、楽しいですよね。やってみたかったやつらしいです、まあ、入れていただけたらと思いますし、で今だとセッションは女性メインでやられているということなの で、ね、もしその八島トレーナーのセッションをちょっと受けたいなという方がいらっしゃいましたら、概要欄に貼ってます、リアルスタイルフィットネスクラブにお問い合わせをいただければと思います。というわけで、はい、今日は八島トレーナーを呼んでの少し、ボディメイクの話だったり関係のない話だったりをさせていただきました。今日は以上です。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。